頭になってる音イコール今の自分の引き出しで出せる理想の音。 なので、適正ではなくね、本当は自分でどう弾きたいのかっていうのを、ね、深く考えて、自分の中にある理想をうまく出すというか、それがアウトプットですね。それとは別にですね、インプットっていうの、インプットっていうのもあります。逆ですね。アウトプットは頭の中にあるものを外に出すと。でも、インプットっていうのは理論を勉強したり、いい音楽を聞いたり、えー、新しい知識を増やす。だから、この練習合宿部はインプットになりますね、えー。インプットしたものは当たり前なんですけども、アウトプットしないと身につきません。だから、こう聞いてるだけで分かった気になってもしょうがないんですよね。だから、それを実際 もう無理やりにでもアウトプットしてみてあこういう風になるんだとかいうのをやってみないと身につきませんみんながよくつまずくオルタードまあ、これはすごくかっこいいと思うんですよね慣れるまでは当たり前ですけどこれはなってませんえっ、ー、とフラットナイスで A、えーえー、シャープなんですあれなんだっけ忘れちゃったまた最初からみたいな僕もそういう風にアウトプットして慣れてきて今は頭の中に自動的にオルタードが流れるので自由に選ぶことができるんですね